はい、よろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の趣旨シリーズ第87弾やっていきましょう。で、問題9問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひ時間を計りながらチャレンジしてみてください。で、ちなみに9番に関してはあのフリーハンドで構いませんので、円と接点と中心書いてもらって、書き方が合ってるかどうかのチェックでよろしくお願いします。 でやってもらった後にわかんなかったり不安な問題があれば今からね自分が全部解いていきますんでぜひねそちらの解説聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれじゃ画面下げますお待ちくださいよっとおいい感じちょっと最初の問題のこの紙バランスねちょっとミスってしまって上と下に少し幅が開いちゃったんですがすいませんちょっと見にくかったのねごめんなさいなんですが よし。じゃあ参りましょう。で、まず最初の方はね、まあ計算ミスに気をつけながらいきます。えー3、3プラスマイナス5なので、まあマイナスの方が数が大きいから答えはマイナス。で、まあ5と3を引くと2が残るのでマイナス2と。まあこの辺はね、サクサクいきます。で、2番からね、もうルートでやることをなんかいっぱい盛りだくさんになっておりますが、 足し算と引き算なので、まあ、ルートの形を変える必要があると。で、5ルート6は何もいじれないんですが、24は4、4×6 ですよね。主624と。で、4が2の2乗。ちっちゃいね。これ。ちっちゃいから大きくするわ。2の2乗になってるので、2乗のアイテムを使うことによって、この子はルートの外に出てこれる。こうやってね、外に出てくる。つまり、ルート24は、 2ルート6と変形ができます。マイナスつけておきますね。じゃ、5ルート6もこう置いときましょう。こうなる。いいね。で、次です。分母。分数の下にルートが来てるときは有理化をしなきゃいけないと。で、有理化のやり方は、上と下にここにあるルート6をそのままかけてあげてください。こうやって。こうかけます。で、ルートの特徴は、ルート同じものをかけると、ルートが外れます。な、ま、ぜ、あ、かっていうと、2乗だからね。外れると。つまり、ここは、 6になるんです。こうすると。で、そうすると、6と18が約分できます。ルートの外の世界を、外の世界同士はね、約分ができる。ルート、ごめんなさい、6と、ルート6は約分できないからね。ルートの外の世界の人間と中の世界の人間、人間じゃねえわ。数字は約分できないから。だから、ここの6と18を約分すると、1と3が残る。ので、えー、3ルート6が残りますと。つまりここ、こう3ルート6。こうなる。 で、そうすると5ルート6マイナス2ルート6プラス3ルート6で、ここが8ルート6になるから、残ったのは6ルート6と。ルートの足し算引き算は、ルートの中身がこうやってね、揃ってくれれば、外の数字だけでチェックできます。5引く2で3、3足す3で6、つまり6ルート6と。こんな感じでやってください。で、次の計算は、ま、丁寧に分配法則ですね。まず3を、 ここと、ここに配る。そうすると、3x プラス 3y と。まあ、こっちはいいんだよね。で、問題はここです。マイナス2を、ここと、ここに配ります。まあ、計算ミス気をつけていきましょう。マイナス2とマイナス x 配るから、プラス 2x になる。マイナス2をこっちに配ると、マイナス 4y になりますと。で、間違ってはいけないのは、ここで終わっちゃダメだよ。 x 同士、y 同士は計算ができますので、3x と 2x で 5x、プラス 3y とマイナス,ス 4y でマイナス y と。これで終了です。ただ多分この問題で一番や、えっと起こるミスは、マイナスの分配法則を間違う、もしくはこの後にこれ計算しちゃうっていうね、く,ばくっつけて。結構 4xy と,とかって書いちゃう方が多いです。こういうのはね。 X と Y くっつつけけてて5-1だから4みたいな気をつけてねで次で,すで、まあこのパターンも本当によく出てきますよね。この文字がいっぱいあってで掛け算割り算で一気にやるやつ。でこれは、まあ、いつも言うけど俺は一気にやるのが好きなんで一気にやりますが1、まあ、個ずつやっても構わないです。ただこれは多分一気にやった方が楽なぜかっていうとここで分数が発生するんで。でね自分のやり方はですねまず長い分数の棒を書きます。 で、最初にここに符号を必ず書くの。符号。どう書くかっていうと、掛け算割り算なんで一気にやりますと。で、マイナスが今、一つ、二つ。二つね。マイナスが二つって言えば、偶数個っていうときは、全体の計算はプラスになります。マイナスが例えば一個だけだったら全部でマイナスになるよね。計算すると。三個でもマイナスになる。四個だとプラスに戻るよね。で、まあ二つだからここはプラスです。まあこれあえて書かなくてもいいんですが、まあ一応書きます。で、 今、符号に関してはもうやったので、こいつらも無視です。もう関係ないから、全部。やったからね。じゃあ、ここの 4a,b2 乗とかを乗っけていくんですが、割り算の後ろにいるやつが下に来ます。分母に来る。だから、最初の 4a,b2 乗は上です。4a,b2 乗。割り算の後ろのこの子は下に来ます。8a, 次乗 b。で、これは掛け算の後ろの子なので、上に乗ります。こうやってね。 なんで割り算の後ろの子が下に来るかっていうと、これ、掛け算に直すと、逆数にひっか、あの、ひっくり返るんだよね。これ、もともと下に1分のって隠れてます。それがひっくり返るから、8A 事乗 B 分の1になるんですよ。割り算を掛け算に直した瞬間にね。だから下に来る。こいつ。こうやって。いいかな。で、こうやってまとめて書いた後に、ここから約分祭りです。一気にやっていく。まず数字から行きましょう。8と4。1で2ですね。 で、この問題の、まあ、個人的にいいところだと思うのは、答えが分数になります。意外と少ないんですよね。このタイプの計算の答えが分数になるのって。いろんな都道府県やってますけど。でもね、個人的にはこれから増えると思います。これが分数で残すパターンの問題。だから慣れておいてね、ぜひね。で、2と3ができないからここで終了です。で、文字いきます。A2 乗。こっちでもいいけど、A が2個。A が2個あるから、こっちだかが楽かな。 で、B が1個、B が2個だから、1個だけ約分します。だからこっちも2個だったのが1個に減るから、ここの2を取ればいいよね。1個残ってるってわかる。で、このタイプの問題で本番ぜひやってほしいのが、必ず約分終わったなと思ったら、丸つけてください。残ったもの。例えば、分母は2だけ残ってるよね。分子は A、B が残ってる、ここに。あと3も残ってます。こういうふうに、丸つける。まあ、符号もね。 で、今回は下に2が残ってるから、2分の。で、上が 3ab くっつけると。3ab をまあ上に乗っけてもいいし、3だけ残して、横に ab をのっえっと、下ろしてもいいです。こうやって。これは 3ab が上に乗ってもいいからね。どっちでもいいんだけど、これで終了となります。で、さっきも言ったけど、本当に分数が残るパターン、意外と少ないんだよ。受験の角問見とってもね。ただ、 えー、これは増えると思っていて、まあ、今までみんなが住んでる都道府県の過去問でなかったとしても、今年出ないとは限らない。から、ぜひこの分数が出てくる、分数が残るパターンのやつをやっておいてください。慣れておかないと本番できんからね。いいかな。じゃあ次5番。行きましょう。これは展開です。この子の展開。で、これは、元々の公式はこれね。じゃあ x、x-3 の2乗とかにしようか。こういうやつ。で、これは、 x2 乗を、まあ、答えから書くとさ、マイナス 6x プラス9ですよね。で、もちろん、ま、普通に覚えてる方はそれでいいんですけど、自分がよく言うのは、左のパーツ、右のパーツって考えるんですよ。x とマイナス3っていう。左のパーツの2乗です。だから、x の2乗。で、真ん中は、左のパーツと、右のパーツと、2をかけるんです、全部。そうすると、マイナス 6x がきます、ここ。で、一番右、最後は、右のパーツの2乗です。 つまり、それぞれのパーツの2乗と、全部かけたのが真ん中に来るのが一応公式。自分がよく言うのはね。じゃあ、そのまんま同じようにやっていきましょうということで、左のパーツは 3x、右のパーツはマイナス y です。で、いきます。左のパーツを2乗するから、9x2 乗。喉 <laughs> が。2乗ね。で、あとは、左のパーツ、右のパーツ、あと2。これをかけ算すると、 マイナス、数字は6、文字は xy です。で、右のパーツ、マイナス y を2乗するから、マイナスとマイナスなんでプラス。で、y が2個あるから、y の2乗。これで終了。で、この x と y が入っている展開の問題の時にミスをしやすいのは2箇所です。まずここ、y が抜けます。 9x2 乗マイナス 6xy のプラス y の2乗はめちゃめちゃ王道のミスパターンです。ここなぜか抜ける。気をつけてね。で、もう一個。ラストの y の2乗の2乗が抜ける。これは今までいろんな生徒を見てきて、絶対間違ってない。ここのミスに関しては。もちろん数字のミスとか、あの、公式を忘れるってミス、以外だよ。以外のケアレスミスの部分で言うと、真ん中の y が一番王道だと思ってる。気をつけてね。今これ聞いて、なわけあるかいと思ってるそこのあなた気をつけてください。 受験本番の緊張感とかで意外と抜けたりするから、ここ。いいかな。で、それを、なんでこんなに熱弁してるかっていうと、あ、そういえばそんなこと言っとったなって気づいてくれたら絶対そこのミスを起こさないから。あ、ハイチがなんか言ってたな、熱弁してたなって思い出してくれれば、そのミスしないからさ。あ、ちょっと覚えておいて。いいかな。で、6番です。これは A がマイナス3の時だね。書き忘れちゃった。ごめん。A がマイナス3の時。え、これね、値を求めなさいと。つまり代入していきます。 で、もう代入するときのポイントに関しては、この特に2乗ね。指数がくっついてるときは、必ず括弧をつけて2乗をつけます。いや、もちろん暗算してもいいんだよ。いいんだけどね。で、ちゃんと書くと、プラス4イここ掛け算でつながってるから、まあこうなります。ちゃんと書くとね。で、この代入する問題は99、99%代入するものがマイナスになります。もしくは、A と B、2つ代入するときは、どっちかが絶対マイナスになってるから。特にこれ。 2乗。指数があるところはマイナスで入れてミスを誘ってくるのでそこだけ気をつけてくださいで。何のミスかっていうとこれね。これはマイナス3かけるマイナス3なのでプラスですね。9に変わります。で、ここは4かけるマイナス3だからマイナス12。つまり答えはマイナス3と。これで終わりなんだけどね。この代入するときのミスはかなり発生しやすいのでお気をつけください。 では、分数でございます。で、これは、方程式。あの、最初からちゃんとイコールが与えられている方程式ね。なので、全体に何かをかけたりとか、全体何かを割ったりってするのが許されます。OK なやつ。方程式ね。だから、分数邪魔じゃん。じゃあ、6かけようぜっ、つって。ね。6かければ、ここの分数もここの分数の分母もね、消えてくれるから。じゃあ、6かけます。じゃあ、ここに6をかけると、2と6が約分される。まあ、ちょっとこう、6、こんな感じね。ちょっとカッコつけますけど。 5を約分されるから3が残るよね。つまり3括弧、ス三エ 5-3x ってなるから3をね、ここに掛け算するのよ。あのここと同じ。分配法則で配るんです。だから3配るなって分かってるんで 15-9x となります。で、後ろ。これは 6×6 で約分されて1で消えるだけ。つまりこの子が残ります。で、一番やるミス。てかもう、このミスを誘ってるなと思うのがこの部分を 見てください。こうなってる。こう書きたくなるよね。こうやって。マイナス X マイナス1って。これがミスです。これミス。えっと、覚えてほしいのは分の、分数の棒から降りてきたとき、分数の棒から降りてきたときは、カッコをつけます。その子たちに。だからここも本当はさっき言ったみたいにカッコをつけて、だから3配ってんのよ。ここも、分数の棒から降りた時点に、このカッコがつく。つまりここね。こうなるはずなんです。 こうなると何が変わるかっていうと、マイナスを配んなきゃいけないんだよね。つまり、配った後どうなるかっていうと、マイナス X プラス1なんです、こっち。マイナス配ったらマイナス1変わるからね。これが一番ミスが出やすいところ。で、もう一個のミスは、右辺の1に6をかけ忘れるっていうね。これをこのまま1ってやっちゃうのもすごくミスが出やすいところ。いいかな気をつけてね。で、まあこれができればあとまとめるだけ。 x、えー、足すとマイナス 10x と。でここが16になって右辺に持っていくとマイナス16だよね。6引く16だからこっちもマイナス10。つまり両辺マイナス10で割ると1。これで終了となります。さああと2問いきましょう。えー、これね2段階です。y=ax2 イコール乗がこの6の12を通ってると。 じゃあ、その子が X の変域マイナス4から2を取るときに、Y の変域求めなさいと。じゃあ、まずね、これはいきなり解くんではなくって、この Y コル AX2 乗が6の12を通ってるっていうところから A を求めに行きましょう。A ね。じゃあ、どうやるかっていうと、これ座標がさ、こっち X 座標、こっち Y 座標って言いますよね。その関数が座標を通ってるって言われたら、もう代入していいよって話。一回代入すればいい。 y のところに12を代入します。x のところに6を代入する。つまり、6636。ちょっと順番入れ替えますが、36a イコール12となる。代入するとね。で、これ両辺36で割ると、a イコール36分の12。つまり、これ12で約分できるんで、3分の1なんですよね。普通にこれでも問題あるよね。これで a 求めなさいっていうのも。 で今回は y イコール3分の 1x2 乗でしたってことが分かりました。でももう1個あります。じゃあこいつが x の変域マイナス4から2を取るときに求めなさいと。で、変域の問題は慣れてきたらね、頭の中で全然構わないんですけど、慣れるまでは関数書きましょう。フリーハンドでね。で、大事なのは、こいつが下カーブ、まあ下にとつなのか、上カーブ、上にとつなのか。これどっちかだけです。で、その判断材料はここがプラスかマイナスかだから。 プラスだったら下カーブ。この、ね、下、下にどつ。ここがマイナスだったら上にか、ここです。こうなる。いいね。じゃあ今、これプラスの数なんで、みんな、フリーハンドでね。もうカーブとか、ね、どのぐらいでもいいです。ちゃだたら、こっちになってれば大丈夫。こうやってフリーハンドで書きます。で、そしたら何するかっていうと、X がマイナス4から2なんですよ。X 軸の上で、マイナス4っていう場所と、2はもうちょっと近いんで、こっちかな。 にって場所をやってください。そっから打ち上げ花火打って、上に。で、ぶつけます。打ち上げ花火を打ってぶつける。で、その間の部分だけ考えろって言ってるんです。変域の場合は。だから、もしちゃん、ちゃんとこやんなくていいけど、やるんだったら、他消しゴムで消してもいい。こうやって。つまり、ここの関数しか見るなよって話。で、y の変域っていうのは、答え方は、真ん中に y を持ってきて、この小なりイコールをくっつける。で、数字を書くわけです、ここに。 で、その数字は何かっていうと、一番高いところと一番低いところを探せってってんの。じゃあ一番高いところどこかって言ったら、マイナス4の時のここだよね。ここ。この値です。じゃあここいくつかっていうと、x がマイナス4の時の y なんでしょだから、x にマイナス4入れたらいいのよ。入れるとさ、四四16とか16に3分の1くっつくから、ここ3分の16だよね。こうなる。それが一番高いところだから、高い方。 大きい数字に、その数字を書けばいいの。じゃあ一番低いところどこかっていうと、よく出るミスはここね。よし、2の時探そうぜってやりたくなるんだけど、図を書いたらわかるよね。一番低いの原点でしょって。0まで落ちてるんだから1回。だから一番低いところは0。これが Y の変域ですよと。いいかなこれで終了でございます。さあ、最後は作図で終わりましょう。今回の作図は接線ですね。出てくるのが。 ま、この A が接点となる、えっ、ー、と、接線を書きなさいと。あ、いいうね、接線ね、合ってる。で、まず接線が何ぞやってとこちょっと確認していきましょう。ょ書くとこなくなってしまったから、ちょっとこのね、ちっちゃくてごめんね。え、円がありますと。で、接線っていうのは、接する線です。つまり、この円とかにこうあって、接してる。これが接線です。で、接点っていうのは、その、くっついてる1点のこと。ちょっと俺の図は被ってるように見えちゃうけど、あれが接点。 点。いいかい接線と接点です。で、もうこれのポイントはただ一つ、これ。半径と接線はほにゃららに交わる。これが分かるかどうか何かっていうと、この二つは垂直に交わります。これ絶対覚えておいてください。どういうことかっていうと、中心があります。中心からこの点までのやつは、もちろん半径ですよね。この半径と今書いた接線は、 垂直。つまり90度に交わるんです。だこれを知ってれば、ゴールが見えるんだよね。あ、これ、ここにね、こういう、この半径と、あ、定規で結ぶから青にしとここ。こうやってね、定規を結びますと。で、まあ、結論から言うとちょっと伸ばしますね。作図のために伸ばします。こう、定規で伸ばしてください。で、ここに90度の線を書けばいいんでしょで、いつもしつこく言うけど、作図。え 中学生で覚えてる作図の方法って3つしかないんだ、アイテムは。垂直二等分線と角の二等分線と水線だけなんだよね。水線あるじゃない。じゃああそこで水線描いたらいいよねってことで水線描いていきます。で、書き方に関してはみんなちょっとこれコンパス持ってないから手で説明するよ。ごめんな。みんなこ、ことコンパスを出してもらって適当に開きます。で、ここに、ここを通りたいんで、通りたいここに針を刺します。で、刺してくるっと回します。で、くるっと回すとこういう感じで、 二箇所、ね、交点ができると。で、そっから、それぞれ針を刺すんですが、ちょっと大きめに、大きめに開いてもらって、刺して、シュッ。だから刺して、ここにね、刺した状態で、シュッと後残します。で、それを変えずに、こっちにも刺して、シュッと後、書きます。そうすると、ここ通りたい。ここも通りたいってわかるから、あとこの二本。定規で、 結べば、これが接線になります。A を通る水線を書けば OK なんで。いいかなだから作図の問題の大事なところっていうのは何度も言うけどアイテムは3つしかない。みんなが持ってる武器はね。それをどう使うかなの。で、今回に関しては接線っていうちょっとなかなかね、みんながもしかしたら見慣れてない問題が出てきたので、接線がどういうものかっていうのを知ってればよかったわけ。 関係と、その垂直に交わる。つまり、そう、水線書けばいいんじゃんってことが知ってればさ、あ、水線か、OK ってなれるわけだし。だもし、今回ね、この初見で見たときに、この作図知らなかった方も凹む必要なんてないから、次書ければいいんだから。だって、この動画なんて練習試合でしょここでミスったってみんな何も、なんだろ、マイナス評価ないわけだから。受験本番で、もしね、同じような接線の問題が出てきたときに、そこで解けなかったら問題だよね。ダメだと思う、それは。だって、ここでやったのに。 ってなるわけでしょだからここでミスったことは気にしない。以外、ちょこでできるようにして、本番、入試本番とか模もしでもいいけど、その時にできるように、ぜひ復習をしておいてください。はい、という感じで今回はね、高校受験対策の趣シリーズ第87弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。